クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。昔昔、あるところに一切れの薪がありました。それは立派な木ではなく、ほんのつまらない薪でした。よし、こいつでかわいい操り人形を作ろう。名前はピノッキオ。わしが知る最も幸せな家族の名前だ。彼は貧乏な大工ゼペット。まず彼は頭を掘り、髪の毛を作り、目と口をこしらえました。すると、くすぐったいよ。いけないよ。仕上がりもしないうちにお父さんを困らせては。完成だ。待て、誰か捕まえてくれ。ピノッキオの冒険、カルロ・コッローディ。おや、こんなところに空き家があるぞ。これ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 。誰だい君は。僕はコオロギ。ここに100年前から住んでいます。そうか。でも今から僕の家にするから出て行ってくれ。では出て行く前に言わせてもらいましょう。お父さんに逆らって家を飛び出すような子は不幸になります。きちんと勉強しないと底抜けのバカになります。まして君の頭は。いやかましい。勉強なんか嫌いだ。そう言うとピノッキオはそばにあった木槌を投げました。木槌はコオロギに当たり、そのまま壁にくっついて動かなくなりました。ぶつける気はなかったのに。確かにコオロギの言う通りかも。帰ろうっと。おお、ようやく帰ったか。お父さん、僕いい子になります。学校へ行って勉強をしてお父さんの役に立ちます。おお、偉いぞ。でも学校に行くには。よし、待っていろ。そう言うとゼペットは上着を持って出て行きました。それからしばらくすると、そら、ABC の本を買ってきたぞ。学校に行くにはこれが必要だ。あれ、お父さん上着はなくしたの？なーに、暑かったから売っちまったよ。ピノッキオはその言葉の意味を理解すると、ゼペットの首に飛びつき顔中に接吻をしました。次の日、ピノッキオは意気揚々と学校へ行きました。すると途中で楽しそうな芝居小屋を見つけました。でもピノッキオはお金を持っていないので中に入れません。彼は芝居小屋の親方に言いました。ABC の本をあげるから中に入れてください。お父さんが上着を売って買ってくれたんです。それを聞いた親方は、貧乏なピノッキオに同情し、金貨を5枚くれました。そしてピノッキオが大喜びで歩いていくと、奇妙な2匹に会いました。やあ、ピノッキオくん。キツネです。猫です。その金貨を100枚に2000枚にしてあげるよ。なんて親切な方たちだろう。
ピノッキオは目をキラキラ輝かせて2匹の後に続きました。しばらく歩くと広い原っぱに着きました。ここは奇跡の原っぱだ。穴を掘って金貨を埋めなさい。埋めたらどこかで時間を潰してきなさい。戻ってきたら金貨がどっさり増えているよ。やがて20分後、原っぱに戻ってきたピノッキオはびっくりしました。あ、ない！どっさりどころか埋めておいた金貨もどこにもない！ひどい狐と猫だ！裁判官に訴えよう！ふむふむ、なるほど。というわけなんですよ、裁判官！今すぐ引っ捕らえてください！よし、わかった。おいお前ら、こいつを引っ捕らえろ！なんで？という乱暴な裁判により、ピノッキオは4ヶ月間牢屋に入れられました。そうしてようやく釈放されて家に帰ると、ゼペットはどこにもいませんでした。彼はちっとも帰らないピノッキオを探すため旅に出たのです。ああ、お父さん、僕は世界一の悪タレです。その時、ピノッキオの前に瑠璃色の髪をした人形のような白い顔の綺麗な女神様が現れました。女神様は胸に両手を組んで言いました。ピノッキオ、あなたはいたずらっ子で悪い癖がありますが、優しい心を持っています。いつもいい子でいるようにすれば、お父さんに会えるでしょう。女神様、わかりました。僕、勉強をしていい子になります。その時はきっと、本物の子供になれるでしょう。次の日から、ピノッキオは学校へ行き、一生懸命勉強しました。すると、彼はたちまち人気者となり、先生も頑張り屋の彼を自慢するようになりました。この分なら、明日にでも本物の子供になれますよ。女神様に告げられ、小躍りした彼は、大の仲良しであるロメオの家に行きました。ロメオは学校一の怠け者でした。ねえ、僕とおもちゃの国へ行かないか？本当の文明国で勉強も仕事もないんだぜ。へえ、いい国だね。あ、迎えの馬車が来た。早く行こうぜ。でも、女神様が。一生愉快に暮らせるぜ。俺は行くぜ。すぐ行くぜ。やっぱりダメだ。僕も行く。二人は、ロバの引く馬車に乗り、おもちゃの国へ行きました。そこの住民は、みんな8歳から14歳でした。誰も彼もが大騒ぎをするものですから、耳に綿でも詰めなければおかしくなりそうでした。二人も毎日毎日デタラメな生活を送りました。そして5ヶ月後、ピノッキオは目を覚ますと、なんだか変な気分でした。あれれ、足が、2本の足で起き上がれない？それに、声の調子が、なんと、ピノッキオとロメオの体は、ロバになっていました。
おもちゃの国は怠け者の子供をロバに変えてしまう恐ろしい国だったのです。2頭はすぐに市場で別々に売られました。ピノッキオを買った男はピノッキオの足を縛り海に落としました。男はロバを殺しその皮を剥ごうとしていたのです。そうして1時間後男が縄を手繰り寄せてみると、助かった。なんと海から現れたのは死んだロバではなく操り人形に戻ったピノッキオでした。さんざんサメが僕の肉を食べたけれど、その下にある木の体には歯が立たなかったみたい。じゃあねおじさん。そう言うとピノッキオは縄から逃れ再び海に飛び込みました。スイスイとイルカのように泳ぎました。しかし突然水の中に真っ黒い巨大な穴が現れ、ピノッキオは魚たちと一緒に吸い込まれてしまいました。おーい君、大丈夫かい？目を覚ますとピノッキオの顔をマグロが覗いていました。ここはクジラのお腹の中だよ。不気味な音がするね。このクジラ喘息かな？おや？あそこに明かりが見えるぞ。あの顔はお父さん？お父さん！おお、ピノッキオ、まさかこんなところで会えるとは。うわ、一体どれくらいぶりでしょう？2年ぶりじゃ。お前を探すために世界中を旅していたら船ごと飲み込まれてしまったんじゃ。その後、ピノッキオとゼペットはマグロに乗り、クジラがくしゃみをするその勢いを利用して脱出しました。そうして陸に上がり、家に帰ると、ピノッキオは一層勉強に励み、毎日ゼペットの手伝いをしました。お前は本当にいい子になったな。やがてある日、ピノッキオは不思議な夢を見ました。ピノッキオ、よく頑張りましたね。それに免じて、今までの過ちは勘弁してあげましょう。これからも人に優しくしなさい。そうすれば、あなたもうんと褒められて可愛がってもらえますからね。朝が来てピノッキオは目を覚ましました。そうして顔をこすった時、不思議なことに気がつきました。おや、僕の手柔らかい。髪の毛も、もしかして。ピノッキオが鏡を見ると、そこにいたのは木の人形ではなく、栗色の髪をした目の青い美しくて利口そうな少年でした。おはよう、ピノッキオ。おお、お前、その姿。お父さん。ピノッキオはお父さんの首に飛びつくと何度も接吻をしました。
しばらくすると、部屋の椅子に寄りかかっているかつての自分、操り人形を見つけました。僕、おかしな格好をしていたんだな。おいおい、わしの自信作だぞ。そうだね。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。